この番組は再生リスト形式でお届けしています。次に紹介するアーティストはケイジュ山田。面白そうな人を見つけた。唯一入手した情報は元ビーチテリアという名前で活動していたということ。海の絵画やリミックスミュージックを手掛けてきた山田ケイジュ。現在はカフェ演奏とリミックスを本名で活動とのこと。 PV と楽曲から伝わってくる山田さんの流行に流されない自由なスタイルや生き方、信念のようなものを感じて、それがすごくいいなぁと、なんか僕と似たような感じの人かなぁと勝手に思っております。セブンティーズソウルにインスパイアされて制作された楽曲とのことですが、好きなんだなという気持ちが伝わってくる。それではどうぞ。